今回は、日揮ホールディングスを決算から解説していく。世界中に石油や化学品の工場、つまりプラントを作る会社だな。あんまり馴染みがない会社よね。給料が高いってことだけは聞いたことあるわ。30歳くらいで年収1000万くらいもらえるらしいな。私もそれ欲しいわ。さっき言ったように、日揮は工場を作っているんだが、工場にもいろいろな種類があるな。海の上にも建設するのね。うむ、他にも病院や核処理施設なんかも作っているな。詳しくは後で紹介するぜ。建設以外にも材料を売る事業もあるみたいね。最初に日揮の仕事内容なんだが、基本的には工場を建てたいお客さんに応じて、設計して、建設業者を手配して、建てる。という流れだ。家を建てたりする建築家さんのイメージと似てるわね。うむ、いい例えだな。決算を見ていく前に、建設業は他の会社と変わったところがあるんだ。どういうところかしら。例えば日揮が300億円の工場を建てるとする。そうすると一気に300億円もらうのではなく、設計終わった時に30億円、工事が何パーセント進んだら100億円、工事が終わった時に170億円。というように何回かに分けてお金をもらうんだ。工事の進み具合に応じてお金をもらうのね。そう。仮に100億円を受け取った時に決算の時期が来たとする。そうなるとこの時点で受け取っていたお金が売上になるというわけだ。決算の期間で設計終わって30億円、工事が進んで100億円もらってたとすると、売上は130億円になるわけね。その通り。残りまだ払ってもらっていない170億円が受注残高として計上されるんだ。大体わかったわ。では、日揮の作っている工場の種類をそれぞれ国内、国外の受注残高で見ていく。どの工場がどのくらい建設中かがわかるのね。まずは石油、ガス、資源開発。海外が圧倒的に多いな。アルジェリアってどこかしら？アフリカだ。アフリカまで工場作りに行くのね。それは給料高くなるわね。続いて石油精製プラントだ。石油をガソリンとか軽油、重油に分ける工場だな。夜の工場ってめっちゃ綺麗よね。これも海外がほとんどみたいね。日本じゃ石油取れないからな。仕方ないぜ。続いて LNG 関係。LNG は液化天然ガスのことだ。火力発電とかに使うやつね。それにしても日揮の工場ってすごくいい景色ね。LNG プラントはこんなところにもある。え？ここロシアってことはほとんど北極じゃない。その通り。この工場の建設は非常に難しかったそうだ。日揮の社員さんたちも苦労してるのね。続いて原発関係だ。今度は海外より日本の方が多いのね。うむ。福島の原発事故とかで放射性廃棄物の処理工場を建てている。そうか、発電するだけじゃなくて処理する方も原子力事業になるのか。続いて生活関連、一般産業。国内の化学メーカーとかの工場を作っている。愛知県ってだけでなんか安心したわ。そして最後に環境関係だ。CSS 設備って何かしら？二酸化炭素を地中に溜めておく設備だな。環境対策ってわけね。それではこんな工場を作っている日揮が、どのような決算をしているか見ていこう。楽しみだわ。まずは BS から見ていこう。BS は、会社がどんな資産をどれだけ持ってるか書いてある表よね。その通り。資産のうち、他人から借りている分やなくなるのが決まっている分が負債、残りがその会社の本当の資産だったな。この緑の部分の割合が高いほど潰れにくい企業だったわよね。うむ、そしてこれが日揮の BS だ。今回は2020年第3四半期決算で解説する。自己資本比率が高いわね。潰れにくそうで何よりだわ。で、今回注目したいのは流動資産と固定資産だ。それぞれどんなものだったか覚えているか？流動資産は現金とか短期で現金にできるもの、例えば商品とかだったわよね。固定資産は建物とか特許とか、お金にすぐできない資産だったわね。ここで一つ、右に国際石油開発定石、略称インペックスという会社の BS を出す。これは石油や鉱山を自分で掘って開発する会社だ。日揮もこの会社も年間売上は7000億程度だな。石油を掘る会社ね。ってことは、日揮が作ったプラントの一部はこの会社が使うってこと？鋭いな。その通りだ。ちなみにこの会社は後で出てくるから覚えておいてくれ。BS を見ると、日揮の資産ってすごく少ないのがわかるわ。そう。それはどうしてだと思う？
インペックスの方は小屋の固定資産がすごく多いのよ。この固定資産は工場ってことでいいのよね。大部分が工場で合ってるぜ。そうなると、日記は工場を作った後他の会社に渡しちゃうから固定資産が少ないけど、インペックスはその工場を自分で持ってるから固定資産が多くなるってことね。大正解。実際に現金などの誘導資産はこの二つでほとんど変わらないな。ねえ、マリサ。誘導資産が同じくらいなら、インペックスの負債多すぎない？今日は調子がいいな、霊夢。そうなるとこっちの2社で、借金に苦しんでそうな会社があるとしたらどっちだ？右の方ね。では自己資本比率を見てもらおう。あれ？インペックスの方が高いわね。自己資本比率が高い方が潰れにくいんじゃないの？残念だったな。あれは嘘だ。基本的には自己資本比率が高い方がいいが、ちゃんと中身を見た方がいいという話だな。へえ、勉強になるわね。では、中身を見ていこう。現金が増えている一方、完成工事未集金が減っているな。完成工事未集金って？工場は完成したけどまだお金を受け取ってない状態だな。ここが減ったということは、完成した工事のお金を受け取ったってことになるわね。お仕事お疲れ様でした。そしてもう一方の未成工実出金が増えているがなんだかわかるか？未成な工事で支出したお金でしょ？工事の途中まででかかったお金ってことになるかしらね。どうせ後からかかった分もらえるから資産になるのかしら？話が早くて助かるぜ。その通り。普通の企業は仕掛け品という言い方をするが、建築業では未成工実出金と呼ぶんだ。未成工実出金が増えてるってことは、工事が今進みまくってるってことになるかしらね。そう。未集金が減ってるから、多分次のシーズンとかは売り上げが減るが、長期的に見ると工事が増えてるから売り上げが増える感じになるかもな。原材料とか他の未集金も増えてるから、去年よりたくさん工事してることが伝わってくるわね。そうだな。現金も300億円増えていたが、これは工事を進める用の現金かもな。純資産についてはこんな感じだ。今までの利益を貯めた利益剰余金もたくさんあっていい感じだな。最近ヤバい会社しか見てなかったから、利益剰余金が多いとすごく安心するわね。では、PL を見ていこう。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったかだったわよね。その通りだ。売上からかかった費用を引いた額が営業利益になる。この緑の営業利益の割合が高いほど、会社が上手に稼げてるってことだったわね。そしてこれが日記の PL だ。第3四半期決算だから9ヶ月分の数字だな。なんか原価がすごく多くて販管費が少ないわね。原価は工場を建てるためのお金。つまり工場の鉄筋や工事代金、社員の給料とかだ。販管費は広告や営業にかかるお金だな。ということは、日記は工場を建てるのにたくさんお金をかけて、あんまり営業活動をしてないってことかしらね。世界の LNG 工場の3割は日記が建てたものだそうだ。営業しなくても勝手に仕事が入ってくるのかもしれないな。そうか、あんまり営業とか広告をしてないから、私もあんまり知る機会がなかったのね。そして営業利益に関してなんだが、この図を見てくれ。日記のホームページにあったここ5年間の売上高と営業利益だ。今は黒字だけど、2016年度がすごい赤字になってるわね。なぜ赤字になってしまったのだろうか。売上のほとんどが原価だったから、建設にかかった値段の方がもらった金額より高かったってことよね。広告打ちすぎたってこともなさそうだし。でも経験のたくさんある日記が、赤字になるような工場なんて建てるかしら？少なくとも最初から赤字と分かってる仕事はしないだろうな。ってことは、何かの要因で最初の予定より余計にお金がかかっちゃった。その結果赤字になったって感じかしら？正解だ。工場は当然予想の金額より多くかかったり少なくかかったりする。そしてここは契約金額の修正という形で決算に乗るんだ。そうなると、2016年は LNG と価格で何か予想外のお金がかかったってことになりそうね。では、それぞれ2016年当時どんな工場を作っていたか見ていこう。これで日記がなんで赤字になったかがわかるのね。先に化学の工場だ。アメリカのシェブロン・フィリップス、ケミカル社から受注した、エチレンプラントと呼ばれる工場だ。建設現場ってすごい迫力よね。ここではなんで予想以上にお金がかかったのかしら？
この年は洪水が起こったらしい。それで工事が遅れて、余計なお金が100億円かかってしまったようだな。自然災害じゃしょうがないわね。こういう場合って、発注した会社じゃなくて日記が払うことになるのね。うむ、発注した会社と内容、金額を合意した後は、工事の責任は日記にあるんだろうな。続いて LNG なんだが、この時期に進んでいたであろう工事は2つある。まずはロシアの工場だ。さっきの北極の工場じゃない。これも工事が難しそうだし、予想よりたくさんかかったってこともありそうね。そしてもう一つ。オーストラリアの工場で、これは国際石油定石による発注で、主に日本向けに輸出する LNG のための工場だ。ここできたわね。インペックス。で、この工事なんだが、工事費が多くかかって2021年になっても余計にかかったお金を誰が払うかで揉めているらしい。あれ？工事に余計にお金がかかった時って日記が払うんじゃないの？最初にそういう契約をしていなかったのかもしれないな。もしくは日記は余計にお金がかかることを予想していたが、インペックスが値切ってギリギリの値段でやった可能性もあるな。インペックス負債たくさんだったものね。ギリギリまで節約したかったのはあり得る話ね。普通はある程度余裕を持ってお金をもらうんだろうが、あんまり余裕がなかったから余計にかかった時に赤字になってしまったのかもな。では2021年に話を戻そう。2017年からは赤字じゃなかったけど、これからはどんな工場を作るの？うむ、今出しているのが決算の時点での受注残高だ。受注残高は、工事やってるけどまだもらってないお金だったわね。これからの売り上げになるのね。そう、これからの主力の工場は、海外の石油精製関係と LNG 関係になるだろうな。それぞれどんな工場を建てるのかしらね。まずは LNG。アフリカのモザンビーク沖に FLNG、つまり海の上の工場を建てるんだ。モザンビーク。ちなみに、この工場のお金はイタリアの会社を中心とした団体から出されるな。なるほど、イタリアとかがモザンビークで資源開発するのね。そして、イラクの石油精製の工場だ。この案件は、工場を建てるのではなく、今ある工場を近代化するプロジェクトだ。新築じゃなくてリフォームなのね。そう。イラク戦争とかでかなりダメージを受けているようだ。多分このプロジェクト、かなり有料案件だ。この工場でたくさん稼げるってことね。どういうことなの？この工場、イラクの国営石油開発会社の南部精製公社による発注なんだが、資金は別のところから来る。モザンビークと同じ感じね。どこなのかしら？ JICA、つまり国際協力機構が集めて融資するんだ。日本が他の国を援助するための独立行政法人だな。つまりイラクの復興支援の一つがこの工場なのね。でも JICA、って聞いたことないんだけど、青年海外協力隊なんかをやっている組織だ。なんと、小学生の教科書にも載ってたような気がするわね。じゃあなんで JICA だと有料案件になるのかしら？まずは工場に詳しくないからだ。インペックスは工場に詳しいからギリギリの値段を攻めていたが、JICA にはそれができない。なるほど、適正価格がわからないから値切られないわけね。でもイラクの会社は詳しいんじゃないの？結局人のお金だからな。個人の予想だが、あんまり細かいことは言わないと思うぜ。この前見た NHK も放送センター2700億円もかけてたしね。自分のお金じゃないとあんまり気にしないわよね。そしてもう一つの理由だ。JICA の実績って何で決まると思う？途上国を支援する組織だから、どれだけ支援したかで決まるわよね。つまり？工場は高い方がいいってこと？うむ。だからこのプロジェクトを受注したことで、日記はある程度楽になったというのが私の見立てだ。当然その場にいたわけではないから詳しくはわからないがな。そして日記も四半期決算に CS はないから飛ばす。あるあるよね。了解です。というわけで今回は終わりだ。これからも私たちがいろんな決算を見ていくからチャンネル登録してくれると嬉しいんだぜ。私がとっても喜びます。では、ご視聴ありがとうございました。